私が選んだトピックは日本の着物です。みんなは着物についていろいろ知っていますか？これから私は着物について話をしたいと思います。着物は日本の伝統的な服です。着物の形は長いローブのようで、長い袖があります。着物の必要なものは帯というベルトや足袋というソックスやゾリという靴です。昔の時代には日本ではみんなが着物を着ていました。でもどんどん洋服を着るようになりました。そして毎日着物を着ることが不便になりました。今の時代では祭りや結婚式や他の大切な時のためにだけ着物を着ます。着物のタイプはたくさんがあります。2つのタイプは袴と羽織です。袴は長いズボンで着物の上に履きます。神社の巫女がよく履きます。羽織は着物のジャケットです。他のタイプは浴衣というコットンの着物です。浴衣の原型の目的はお風呂の後のパジャマとして着ました。でも今は夏の祭りの時に着るのに人気があります。正式な着物なら女性と男性の間に大差があります。男性のは地味な色で、特に藍色です。帯は細くて腰に結びます。女性の帯はとっても太くて綺麗です。時々帯の方が着物より高かったりします。未婚の女は振袖を着て、とっても長い袖で派手な色です。結婚した女は振袖を着ないで、もっと短い袖で地味な色の着物を着ます。大切な時にはふさわしい着物を着ることが必要です。例えば、佐渡では色無地を必ず着ます。色無地は一つの色の着物です。結婚式には着物のルールがたくさんあります。訪問着をお嫁さんの友達が大抵着るものです。訪問着の模様が袖や肩にあります。正式なパーティーでもよく着られます。留袖は地味な着物で、模様は腰の下だけにあります。結婚した女にとって黒留袖は一番正式な着物です。だから、お嫁さんのお母さんはいつも黒留袖を着ます。お嫁さんは、伝統的な結婚式なら、打ち掛けを着ます。色打ち掛けが大抵赤い生地に複雑な模様が入っています。それから、真っ白な打ち掛けもあります。お葬式には、喪服を着ます。それは真っ黒な着物で、黒い生地に5つ紋があります。それから着物は季節に合うことが大事です。着物の色と模様は1つずつ季節があります。春の着物の模様は桜やあやめや富士です。夏は金魚や朝顔や雲の模様がよく着られます。秋に変わるときに菊とかもみじとか銀杏の模様は人気があります。最後に、冬の模様は大抵雪や椿や松竹梅です。着物の着方は複雑で、たくさん特別なブツがあります。はじめに10番を着ます。10番は着物を汗から防ぎます。次に、着物を着るときに左側を上にしなくてはいけません。着物が長いから腰のところで着物を折って足首まで長さにします。
腰のところで折るときに腰紐を結びます。大抵2本使います。最後に帯を後ろで結びます。いろいろな結び方がありますが、太鼓結びが一番の人気のようです。帯をいい形にするためのアクセサリーもたくさんあります。着物は綺麗だけじゃなくて、日本の文化の大切な物だと思います。若い世代が新しくておしゃれな着方を発見しています。これは着物の伝統を守ってだから嬉しいです。これは着物の世界の小さいピースだけでも終わります。どうもありがとう。